Hey guys, こんにちは、レックです。今日はね、まあ、筋トレ動画ではないんですけど、ちょっとある企画をしたいと思います。今ね、実は柏駅に来てます。でね、これからちょっと結構たくさん人いるんですけど、まあ、金金さんカメラマンしてます。そうそう。で、まあ、結構人がねたくさんいるんで、ちょっとね、まあ、インタビューっていう感じで、あの筋トレに対する考えとかそういうことをね、ちょっとまあ聞いていきたいと思います。なので、ね、楽しんでいきましょう。今ね、歩き回ってインタビューする人探してます。すいません、すいません、ちょっと1分ぐらいインタビューいいですか。筋トレの YouTube やってて、ちょっと筋トレに関わる質問したい。そうそう、質問していきます。はい、筋トレしてますか。筋トレしてます。嘘だ、してない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 、してます。してます。何の筋トレやってますか。腹筋して、腹筋して、あと空中で自転車漕ぐみたいなやつ。空中で何、寝っ転がってこう。そうそうそう、やったやった。それ好きですか。それ好き、好きじゃないけど、痩せるために。痩せるために筋トレ何かやったことある。私昨日しました。何やりましたか。腹筋とあと足上げ、腹筋のために。そう、筋トレをしてる男性についてどう思いますか。えらい、かっこいい。かっこいい。かっこいい。結構日本人の女子ってなんか、あ、筋トレしてる男はナルシストだから嫌だとかって僕結構聞くんですけど、ないですか。ない。ないな。別にない。うん、してる方がいいと思う。してる方がいい。すごいガリガリでイケメンと、イケメンじゃなくてマッチョだったらどっち選びますか。イケメン。え、どっちでもいいな。どっちがいい。一つ？あ、でもどっちだろう。もうイケメンかな。バイバーイ。いや、大丈夫っす。オーライオーライ。ちょっとしたインタビュー1分だけ。筋トレはやってますか。やってないです。やってないですか。しようと考えたことは。あ、ダイエットの時とか。どんな筋トレをしましたか。腹筋、背筋。スクワットとかしたことありますか。体幹。やるやる、スクワットやる。筋トレしてる男性どう思いますか。おー、かっこいいと思います。男性の筋肉の部分でどこが一番好きですか。そんな、何がいい。待って、ポッション。二の腕。腹筋。二の腕。僕だったら、あの細マッチョ、ゴリマッチョ、どっちですか。細マッチョ。細マッチョ。カメラマンの金金さんはゴリゴリじゃん。ナルシストと、あのシャイ、どっちがいいですか。シャイ。うちもシャイだな。うん、自分から引っ張っていく感じ。うん、全然。あゆ、姉さん、お姉さん。ありがとうございます。筋トレやってますか。やってます。やってますか。イエイ。どんな筋トレをやってますか。インストラクターなんですよ。あ、マジですか。パーソナルトレーナーみたいな。パーソナルじゃないけど。どんな、あの運動を教えるんですか。マシンの説明。マシンジムみたいな。そうです。トレーニングは、あの週とか何回かするっていうことはあるんですか。週2回かな。2、3回。2回もやってないけど。やってないけど2、3回。ちょっとサボり気味で。筋トレしてる男子のことどう思いますか。かっこいいと思います。あった方がいい。かっこいい。もっと、あの、まあ、あんま日本そんな筋トレとかやってる人今まだ多くないんですけど、もっと増えてほしいと思いますか。欲しいですね。そうか。ナルシストとシャイの男の子だったら、男の人だったらどっちの方がいいですか。シャイな方がいいです。シャイな方がいい。シャイ。男の筋肉でどこが一番好きですか。肩。背中。腕結構人気あるみたいなんですけど、腕は。腕より肩ですね。いや、背中です。よろしくお願いします。 Sorry, where are you from? Scotland. Okay, are you here to like visiting your friends or family? Okay, I see. How are you enjoying it? Good. What's your name? Sophie. Hi, Alexis. Sorry, I'm just out here today interviewing people. 今ちょっとね、あの日本語喋れない。二人とも？いや、一人喋れたけど、やっぱ一人だけ日本語喋れないで、あの見てるのもかわいそうだから、今はパスします。筋トレはやってますか？やってないです。やってない。やってない。やろうと考えたことは？
ないですね。あります。ありますか。どんなことをしようと。なんか筋トレしたらおっぱいでかくなる。おっぱいでかくなる、まあ、確かにバストアップはしますよ。ベンチプレスとか腕立てとかやれば。筋トレしてる男性についてどう思いますか。かっこいいと思います。かっこいいと思います。努力してるところがかっこいいです。男性の筋肉、あの体でどこの筋肉が一番好きですか。胸板ですかね。胸板ですか。シックスパックの。イケメンでガリガリと、あのイケメンじゃなくてマッチョ、どっち選びますか。イケメンじゃなくてマッチョですね。マッチョですか。それ初めて聞いた。え、いつもみんなイケメンって言うんだけど。イケメン。ありがとうございます。インタビュー。名前アレックです。初めまして。聞いたことあると思う。いや、筋トレあのしてますか。筋トレしてない。ダンサーしてる。ダンサー、まあ、ダンサーもちょっとシャイなんですか。シャイ。ありがとうございます。ちょっとインタビュー1分だけいいですか。僕筋トレの YouTube やっててちょっと質問あるんですけど、あと 2人ぐらいはインタビューしたいと思います。すみません、こんにちは。すみません、びっくりさせて。筋トレはしてますか。してないですよ。してないです。しようと考えたことは。あ、ありますよ。ありますか。痩せたい。そう、めっちゃ痩せてるじゃないですか。ちょっとしようかなみたいな。ちょっとしようかな。そう、あとなんだっけ、スポーツやってた時に。何やってたんですか。バスケ。スポーツはやってない。やってないです。なんかダンスとかやってました。前ダンスはやってた。男の体 の筋肉の部分でどこが一番好きですか。腕とか割り、うん、な腕の筋肉の上に出る血管とか。ああ、腕、ここら辺。二の腕です、ね。二の腕。ここ。あ、そこ、あの、このB シェイプ。アキレス腱。アキレス腱が出てんだらいいよね。筋トレしてる男子どう思いますか。いいと思います。でもゴリゴリは嫌だ、うん。ナルシストとシャイの男性だったらどっちの方が。どっちだろう。シャイの方が可愛いかもしれない。うん、シャイの方が可愛いな。可愛い。なるし、俺とか、俺オラオラ、うん、オラオラだよ。オラオラ好きでも、うん。それはいいけど、なる。俺かっこいいでしょみたいな。嫌だ。イケメンでガリガリとちょっとイケメンじゃないけど筋肉ついてるって感じだったらどっちがいいですか。ちょっとイケメンじゃなくて筋肉ついてる方がいいわ。ひょろひょろ、本当に骨みたいなのだったら嫌だけど。まあ別にそこまでガリッガリじゃなければもうイケメンがいい。大丈夫。モテようとしてあの筋トレ始める男子結構いると思うんですけど、もしモテたいと思ってる男子にあげるアドバイスなんかありますか。そんなゴリゴリにならないでほしいです。ゴリゴリにならないでほしい、あんま頑張りすぎなくても大丈夫だと思う。筋トレしてますか。 No! 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 なんで筋トレしましょう。筋トレしたいんだけど分かりません。外人。いや、ハーフです。やばい、ハーフ。まだ二十歳だから、まだ子供。そうそう、子供。26歳。筋肉マッチョ。やばい、かっこいい。僕あの細マッチョ、ゴリマッチョどっちですか。あ、待って、でも中間いい感じですか。中間にいい。マジサングラス似合いすぎて半端ない。半端ない。ありがとう、ありがとう。かっこいい。なんかシストっぽいよね。でもかっこいい、超かっこいい。やばいやばい。筋トレしてる男子としてない男子どっちがいいですか。筋トレしてる男子。私してない方がいいかも。マジで。ちょっとね、柔らかい子が好き。僕柔らかくない。変わってる段階初めて。なんか見てて超筋肉マッチョはいいと思うけど、でも一緒にいるときは柔らかいのがいい。柔らかい感じ。いや、私ちょっとあるのがいい。あ、いいね。今頑張ってますっていうのが。ライズアップ行きたい。ライズアップ。いや、ライズアップじゃなくてカネキンフィットネスとアレックフィットネス見てください。あ、見ます。ナルシストとシャイだったらどっちがいいですか。シャイ絶対嘘でしょ。シャイナルシストやだ。ナルシストは持ってるとするちょっとオッケー。モテようとしてる男子へのアドバイスください。モテようとしなくていいと思います。ありのままを出せばいいと思います。いや、ありのままでいいよね。そう、モテようとするとね、なんかキモい。逆にムカつく。ムカつく。ありがとうございます。 Thank you。 ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい。ということで、ね、今5時半で、まあ、3時間半ぐらい歩き回ってね、インタビューをしました。結構暑かったんですけどね、今ちょうど、まあ、暑くなくなってきてるんですけど、まあいい感じでした。もしね、あのこういう動画、まあ、よかったらライクしてください。もっとねこういうのやるかもしれません。ふう、暑い暑い。ということで、ね、まあ、柏駅から今日は、まあ、インタビューしてくれた人はみんなありがとうございます。これね、もし見てたら
ということでね、また次の動画でお会いしましょう。ではこの次まで。